初代戦闘オールバンズ伯爵ヘンリー・ジャーミン。初代戦闘オールバンズ伯爵ヘンリー・ジャーミン1684年1月は、新京都革命期から王政復古期にかけてのイングランドの貴族、帝神。サフォークのラッシュブルークで、チャールズ一世の副区内長官となるサー・トマス・ジャーミン、とキャサリン・キリグリュー夫妻の4人の子のうち、生き残った2番目の子として誕生。 1605年3月25日にロンドンセントマーガレット・ロスバリーで受選。1625年にボドミン選挙区から庶民委員議員に選出。翌1626年に再選。1628年はリバプール選挙区から選出。チャールズ一世の王妃ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスの信頼を獲得し、同年に王妃の副区内長官になり、1639年には、 シュメ頭になった。1640年4月の短期議会では、兄弟のトマスと共に、甲府城選挙区から選出、11月の長期議会は、バリーセントエドマンズ選挙区から選出、熱心な応答派として活動したが、1641年に、軍を使い議会を、クーデターで制圧する計画に関わったことが発覚、フランスへ亡命した。しかし2年後の1643年、 第一次イングランド内戦の最中に帰国、ヘンリエッタ・マリアの秘書として再出資した。王妃の信頼は厚く小部隊の指揮と武器購入を任され、王妃の懇願を聞き入れた国王チャールズ一世により、7月13日にジャーミン男爵に助釈され、貴族に昇格した。また王妃が提案したカトリックの アイルランドカトリック同盟と国王の急戦提案をジョージ・ディグビーと共に支持していた。1644年にヘンリエッタ・マリアと共にフランスへ亡命、以後パリに泊まった。亡命中はフランスとオランダから軍事支援を得たい王妃の意向で、フランス最小、ジュール・マザランやオランダ総督、フレデリック・ヘンドリックと交渉したが、どちらからも拒否され成功しなかった。また王妃や、 他の古文官ともども、スコットランド国民名約と国王の和睦を願っていたが、名約を拒む国王から和睦反対の手紙を送られた。やがて1649年に、チャールズ一世が議会派に処刑されると王妃に報告、後から亡命したチャールズ王大使とも連絡を取り合い、貧困に苦しむ王家のため、フランス宮廷に資金援助を訴えたこともある。 1660年の王政復古で帰国、セントオールバンズ伯爵に助爵。1671年には、区内長官に任命され、チャールズ2世の側近として働き、ドーバーの密約の事前交渉に当たった。この間王妃の世話をしたと言われるが、彼女と関係があったとも言う。現在ロンドンの高級品店街として知られる、ジャーミンストリートは、チャールズ2世から、 王妃の世話をした法相として与えられた土地で、それを含め、セント・ジェームズ・スクエアもセント・オルバンズ博が開発して、生まれた道路に、彼の名が付けられたものである。エイブラハム・カウリーとウィリアム・ダベナントのパトロンでもあった。1684年1月、セント・ジェームズ・スクエアで死去。独身だったため一代で、セント・オルバンズ博位は消滅、ジャーミン・ダン・シャクイは、財産と共に、 おいのトマス・ジャーミンに継承。彼の死後はその弟でもう一人のおい・ヘンリー・ジャーミンに受け継がれた。A.B. ウィリス・ブラウンの父やパーレメンテリア、パート2、A. シリーズ・オアリスト・オブ・ザ・レプリゼンティティブス・イン・ザ・セベラル、パーロマンツ・ヘルド・フロム・ザ・レファーメーション1541、ツザ・レストレーション六百六十ロンドン、ピアニッシモ、二二百十九二百三十九 A.B.C. 森、 P190 ガードナー P294P297P298P340 ウェッジウッド P230 トモキヨ P11P16 ウェッジウッド P596P615 ガードナー P93P95 森 p 百九十 p 九十一トモキヨ p 十六 ありがとうございます。